皆様こんにちは実はですね私あと3日で誕生日を迎えましてですね47歳になります私は YouTube ではですねあの思い返したら8年ぐらい活動させていただいております、えー、情報をですね、えー、世界に発信をさせていただけて楽しみを持たせていただいて 昔にはなかったことであって、これ奇跡の道具のように思いましてですね。心から感謝をして、えー、使わせていただいております。感謝を致します。ありがとうございます。それですね。私47歳の抱負ですけどもね。あのー、腰を落ち着けてお茶をいただいて、饅頭団子せんべいをいただいて、そのようにやろうと思います。 これは僕のね究極の知恵なんですけどもね究極の知恵なんですけども世界にですね三大珍味っていうのがあると思うんですよキャビア、アフフォアグラ、トリュフですかねでもですねいくら高級な食材を頂い,いて高級な食べ物を頂い,いてもですねそれだけで生きていけるということはないわけですよねこれがないない,ないということなんですけどもね それで生きていけるということはないけども腰を落ち着けてですねお茶をいただいてですねあのいただいて団子まんじゅうせんべいをいただいている,いるとですねそれで生きていけるということこれ僕の究極の知恵なんですけどもしかしですねその時一つだけ注意しなきゃいけないことがあります。団子、ま、んじゅうを お茶,でいただいお茶をすすっていただいてもね太ることはないんですよねこれが逆にスマートになってくるっていうしかしですねせんべいをですねやりだすとですねこれ突然太ってきますよね次から次にどんどんせんべい次から次にせんべいせんべいでせんべいをやりだすと突然太ってくるということであの太りたくない方は団子饅頭まんじゅうでお茶をいただいてくださいそれでですね えー、わわ私もうすぐ47でやりますがあの思い返したらですね僕は5年も7年もどうも仕事のこと仕事の心理学というふうにですねずっとやり続けたような気がするんですよ5年も7年も仕事の心理学24時間365日寝ている間もずっと仕事のことばっかり考えてですね 5年も7年も過ごしたような気がします仕事の心理学しかしですね47歳から一転してですね遊び心ということ遊び心ということをやってみようとそう,そういうことで思います <laughs> 甘えでもいけないし厳しすぎてもいけないし何かバランスというものをですね模索して作って遊び心ということでバランスということをですねやってみたいと思います それでです、ねえー、まあせっかく制作をするならばですね、えー、数学にも数式があるように芸術や言葉にも法則があるのではないかという思いがありましてですね「えー、空水か風土」というのもありますがやはり法則にというのを模索して制作する。 うどうせ作るなら自分が楽しいだけではなくて人の役にも立つように作りたいので法則というのを模索して作る,作るそれが一番人を自分も人もいい生かされることになるんじゃないかという思いもありますが、まあ、作る時は精神誠意作らせていただきます。で私もこれから何かあ作品なり を作,った作るかもしれませんが精神・精い作らせていただきますのでどうかよろしくお願いいたします。あと3日で誕生日で47歳になります。もうすぐ50でありますがまあ頑張ります。ではそのように頑張りますのでありがとうございます。では失礼いたします。